今回はですね、この間新地町海釣り公園で釣れた魚をですね、料理していただいていこうかなと思います。釣れた魚はですね、ウミタナゴ、シマアジ、イナダ、ショゴになります。どんな料理に変わっていくのでしょうか。楽しみです。はい、今日の献立です。今日はですね、ウミタナゴの塩焼きと、こちらが三点盛りになります。こっちが島鯛で、こっちが、ショゴで、一番奥が稲鯛になります。ちょっとね、色的に一緒なんですけども、まあ三点盛りになっております。あとはこちらはあら汁ですね、作ってみました。さて今日もいただいていきましょう。ではウミタナゴの塩焼きからいただいていきます。私これ好きなんですよね、実を言うと。よいしょ、ちょっとね、こうやってお腹の部分からいただいてみます。とてもしっとりした身なんですよ、これが。とても美味しいです。いやー、これ美味しいな。塩もちょうどいい加減に、ついておりまして、このしっとりした身とものすごく甘い口の中に甘さが広がって、ウミタナゴは実に美味しいです。こちらが三点盛りになります。シマアジ、ショゴ、そしてイナダになります。まずはですね、シマアジの方をいただいていきましょう。うわ、私初めてシマアジをいただいたんですけど、口の中でとろけますね、これね。あ、これ美味しいです。これシマアジですね。あ、こんなに美味しいんだ。釣れてよかったな。口の中でもうプリンプリン言ってますね。これは実に美味しいです。続きまして、ショゴをいただいていきましょう。どんな味がするでしょうか。いただきます。さっきの島味よりは、油分は少ないですね。しっとりしている中でも味わいがある、そんな印象が受けます。あ、これも美味しいですね。もう一ついただいていきましょう。あ、これショゴもなかなかしっとり感があって美味しいです。美味しいですね。それでは稲田の方いただいていきましょう。ちょっと色合いがね、本当に一緒なんであれなんですけど、なるほど。少しちょっと癖がありますかね、稲田もね。はい、今稲田をいただき来ましたけども、稲田は少し大人の味って感じしますね。そうですね、ガツンとくる甘さと、そして、ほろ苦さが少しあったかもしれません。はい、この三点盛りで一番美味しいと感じるのはですね、島味、これが一番美味しいですね。まあ
他2つも美味しいんですけども、これが今すごく脂が乗っていて美味しいですね。今回はですね、福島県の大地さんが出している辛口木本の方をいただいていきます。去年脂が乗っている魚に対してこの辛口、なかなかのチョイスだと思います。ではいただいていきます。うまい、すっきりする味わいですね。とても美味しいお酒です。今日は豪勢に三点盛りと海たなごの塩焼き、そしてあら汁となります。さて、ゆっくり飲みたいなと、今夜も飲みたいなと思います。それでは海の幸に感謝です。ありがとう、美味しくいただきます。ご視聴ありがとうございました。コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた皆さん、お会いしましょう。